まあ、とにかくね、メディアが決めたね、候補者。クソでしょうに、これ。おもろないじゃん。桜井がね、まあ、土地になった方がいいと私も思うんだけれども、ただね、今のまんまだとね、結局メディアに支配されるだけでしょクソ面白くないでしょうに。だったらね、だったら、君たちね、周りの人たちに伝えなさいな。メディアの言う通りに入れるなや、というですね、小池百合子に入れるなやなんですよ。 じゃあどうやったらね、小池百合子に勝てるのか。小池百合子が強いっていうのは、まあ当然これ組織票ですよね。自民党票、公明投票。がっちり固まってる組織票なんですよ。この組織票を殺さなきゃいけないんです。組織票を殺すにはどうしたらいいかと言ったら、投票率上げることなんですね。行く人って決まってるんですね。だから小池百合子に入れる人ってのは自民党の人間、公明党の人間、総価学会の人間って決まってるわけですよね。 だから読むことができるんですよ。よくね、メディアがどうやってね、小池百合子ばっかり優先だって言ってるんだ。メディアがね、調査をするのは選挙に行く人なんですよ。選挙に行かない人を調査してもしょうがないからね。だからね、選挙に行かないと言っている若い人たち。じゃあもし選挙に行ったらどうなるか。とてもじゃないけれども、もうメディアでも読めないんですね。一度ぐらいね、ひっくり返しても面白かろうにと思うんですけれどもね。 一度くらいね、クソメディアのね、予想が全部外れてね。で、要はこれ外したらですよ、クソメディアが存在する意味がなくなるわけですよ。桜井の言ってたことが事実だってことが証明されるわけですよ。ひっくり返したいんであれば、ぜひね、拡散をお願いいたします。今の体制ね、小池百合子が勝とうがですね、連邦が勝とうがね、変わらんのですよ。桜井誠以外の人間が都知事についても結局変わらないんです。 都知事っていうものは、己の信念で動かない限りね、物事変えることはできないです。